ミルキーです。急に外で始まりましたよ。今日はここはね、私の大好きなところ、路上です。道路で飲んでます。こんな感じで道路あれ、なんかちょっとあれ声が聞こえるなんて、まあちょっと気のせいかな、あれみたいなね。あれ笑い声が聞こえるよっていう感じ。笑い声入れちゃおうかなみたいな。まあ、とりあえずあの乾杯かんチャンネルなんで一応乾杯しようかなと思います。今日のビールはね、あの普通のビール、普通のキリン一番搾りなので、まあいいや、お疲れ様でした。路上ビール、今日は路上ビール、乾杯。乾杯。いやー、解禁も開けたことだし、違うな、解禁が開けた、違うね、解禁された。頭痛が痛いみたいなもんなのね。そう、頭痛が痛い。解禁が開けたね。解禁です。解禁、うほう。それ、ご会長です。ってことでね、今日は外で何をしようかというと、乾杯も乾杯なんだけれども、皆さん覚えてますでしょうか。私はファイナンシャルプランナーの2級を受けました。お疲れ様です。受かったかどうかはまだわからないんです。え、知りたい。ということで今日はね、それをこの場で見ちゃおうと思いますよ。こちらでございます。見えますか。ファイナンシャルプランナー2級でございますよ。ドキドキね。日本 FP って書いてあるっす。日本 FP 協会。ファイナンシャルプランナー。ファイナンシャルプランナーですよ。何やるのかよくわかんないですけどね。とりあえず3級は受かったんで、2級をこれから、まあ正直ね、行政書士試験の時よりはドキドキしないんですわ。っていうのも、ドキドキもしないぐらいダメなの。いけてるんだけどね、絶対学科はいけてるはず、問題は実技なんですよね。実技、これね、学科と実技、実技って何やんのってよく聞かれるんだけど、何するんですか。実技はね、よく計算するんだよね。あ、じゃあ本当に実例が出されてってことですか。ね、学科って言われるやつも計算するんだけど、同じじゃない。3択とか4択とか5択なの。ああ、選択肢があるのか、そうフリースタイルで自分でどうするかってことですか。イエス、そういうことなんでございます。ということで、まあ、かいつまんで言うと全然理解してないんで、多分落ちてんじゃねえかなと。ちょっとかいつまみすぎです。思います。で、まあ、さっきからね、ちょっと声が聞こえると思うんですけれどもね、今、本日はね、私のルーミー、雪ぽよ。ゆっこちゃんが来ております。で、今ね、ちょっとゆっこちゃんと一緒に、撮ってやってるんですけど、ゆっこちゃん顔出しいいんでしょうか。はい、大丈夫です。わかりました。ちょっとこれ、会長かな。今ミルキー先生のカバンが落ちやした。寒いですか。ちょっと待って、ちょっとゆっこ寒がりなんで、雪の子なんで、ちょっと先にストーブもらいます。いろいろね、セッティングがいいやつ。意外とわがままですね。わがままの女なんで。いやいや、寒いなのなんなの。カバン落ちたのね。はい、失礼しでございますよ。はいよ。ゆきぽよじゃなくてね、ゆっこちゃんでございます。ゆっこでーす。イエーイ。あざす。今ね、二人で銀座でご飯食べに行ってきましたよ。銀座からね、路上飲みだからね、もうピンからギリまで。今甘いもんって感じで、ね、堪能してますよね、今日という日を。いろんな言葉を使おうと思って、無理な言葉分かんないで。いや、もう簡単な言葉でいきましょう。とりあえず楽しんでると、とりあえずこれ開けますよ。あ、そう、今日のこれメインですか、はい、メインこれさ、どうする。え、どうするとはどうしたい。どうする。とりあえず開けるから開けますよ。出てきましたよ。まだ何も書いてませんよね。え、どこに何が書いてあるんだ、これは。それはあれですか、3級とまた違う感じになるんですか。3級もこれで見たんですか。3級はね、記憶にないですね。あ、じゃあ記憶にない、記憶にございません。はい、3級はね、ネットで見た気がする。ああ、じゃあもう書式だから、これ新しい、初めての。紙に見るの初めてかも。なんかいろいろ書いてる。ゆこちゃん先に見る。いいよ、見ていい。見てもいいけど、顔で言っちゃダメだよ。顔で受かってるとかも落ちてるんちゃう。顔しちゃダメだよ。
じゃ顔隠します。描いてる描いてる、分かっちゃった分かっちゃった、やだやだやだ、分かっちゃってんだきっと。なになに、長い長い、私今顔に出てる、絶対顔に出てる、絶対顔に出てる、もう 顔出せないわ私これ。顔に出てるから 顔出しませんね。目見えないもん今。バチバチ伝わるから絶対見えないですけど。え、なーに、なーに、ちょっと待って、ビール飲んでいい、ちょっと。どうぞ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 。とりあえず乾杯しようか。なんか乾杯チャンネルなんでね。乾杯チャンネルなんで。乾杯します。乾杯します。乾杯。お疲れさんでーす。ちょっと待って、あんまいいや。いや、バイナンチャルプランナーはさ、はい。行政書士みたく緊張しないって言ったくせに、うんうん。いざなんか結果がここにあると思ってやっぱ緊張するね。うん。やだな、やだな、この感じ。でもどの辺に書いてるのかもう分かったけどね。真ん中。真ん中。この、こうやって折ってあるじゃないですか。こうやって、今こうやって折ってありますよ。折ってあるじゃないですか。こう折ってあるじゃないですか。折った、このラインの次の行に書いてあります。マジっすか。マジっす。マジっす。画面外で顔出すなみたいな。じゃあ分かったよ、見るよ、うん、このままくるっとしていいですか。ちょっと待ってくださいね、うん、これで確実少しずつ下ろしてみようかな。こういうことですね。そういうことですね。でも私がここ持っときますね。そしたらミルキーさんが上に引っ張ってってください。見えますか。引っ張りますよ。ちょっと待って、うん、これで見えるかな。かな。いくよ。はい、いいですか。これもう見えてんの。この後来ます。来るの。来ます。この次の一行です。目悪いから分かんねえんだよな。あ、来た来た、書いてありますよ。見えない見えない。それ読んでください。見えない。読みましょうか。え、あ、ちょっと待て。うん、一部合格って書いてるよ。そう、一部合格なんですよ。っていうことは一部合格なんです。学科やっぱ受かってて。それはこの続きに書いてあります。いいですか。すいません、ちょっと確認します。ババアなんで暗いから仕方ない、もう夜だからね、見えないし。はい、ちょっと待って、読みましょうか。そういうことか。うん、バチバチ合格はしてるんですよ。じゃあ、うん、これやっぱ上が学科が合格ってことだね。そうですね、学科が合格。はい、で業務の方が最長です。ってことでございます。ってことは、どういうことか？1月に次の試験があるから。あら。その時は、うん、その業務学科、うん、じゃなくて、うん、こっちか。業務だけ、うん、だけをやれば私は合格するのが間違いないね。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。半分受かっておりました。はい。じゃあもう改めてあれですな、乾杯ですね。そうですな、これ後ろの方見なくていいですか。あの、なんか書いてあります、ここのところ、今回の結果とかですね。はい、有効期限とかあるみたいです。あ、そういうのは書いてんだね。うん、じゃあちゃんと取っとかなきゃいけないんだね。ぜひ取っといてください。手形証なみたい。手形証だと思うんですね。今回の試験は一部合格でございました。合格でございました。お疲れ様です。まああれだね、産休合格から、まあでもこれ2週間ぐらいしかやってないからね。早ないですか、産休今年じゃないですか、合格されたの。だからまあ、うん、次はね1ヶ月ぐらい勉強しようと思いますよ。うん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 。まあもうあの回復の日お付き合いいただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございました。また乾杯ですね。ちょっと小さく一部だけいただきます。ってことでね、本日はね、まあ、ビールは一番搾り、これはまあまあ、あの、安定のうまさってやつですね。うん、ちょっと今日は思考を変えて、開封の日、外でやってみました。ました。しげじ。しげじはね、こんな感じね。ほんと道路のところにこんな人がいっぱいいて、って感じ。によって変わってるんですよね。そうそう。なんか入荷によりきりってことですかね、これは。多分そうだと思う。ね、しげじ。確か直で市場からあって、そうです、朝でしたっけ、なんかそこら辺でしっかりとって、目利きがいいので美味しいお魚がたくさん食べれると思います。隠れた名店ですね。ぜひぜひ。
ちょっと駅から遠いんだけど。あ、そう、あのバス乗ったらすぐでした。そう、バスからは近いけどね。うん、駅から遠いという。そう。あの近くにいらっしゃった時はぜひぜひ寄ってみてくださいな。寄ってください。ということで本日のビールはキリン一番搾りでございました。本日も美味しいビールありがとうございました。これまた次回会いましょうね。はい。とこちゃんもよろしく。ありがとうございます。